結婚して1年も経ってなかった頃のこと。その日、私は休日出勤の代休を取って休みだった。お昼ご飯を食べた後に、久しぶりに半身浴でもしようかな、と思ってお風呂にお湯を張って入ろうとして、その前にトイレに入ったんだよね。で、用を足した後、パンツ上げてる時に、カチャって鍵が開くような音がしたわけ。旦那は、その日は出張だったから、予定が変わって帰ってくるなら、事前に連絡する人だし、家の鍵は、私と旦那しか持ってないはず。賃貸マンションだけど、古いから。もしかして、前の住人の時、鍵の交換してない？誰かが合鍵を作ってる？とかパニックになりながら、あれこれ考えて。もし泥棒とかだったら、どうしよう。武器になるものなんか、トイレの中にないし。そしてまた、間の悪いことに、すぐお風呂に入るつもりだったから、トイレの鍵をしてない。それで、息を殺してじっとしてた。明らかに誰かが入ってきて、部屋を物色してる音が聞こえた。引き出しを開け閉めする音、クローゼットを開ける音。その時聞こえてきた、クローゼットを開け閉めする音の感じで、3LDK の一番奥の部屋にいるっぽかった。トイレは玄関に近い。今なら、音を立てずに、玄関まで行くことができれば。一気に外に出て、ドアを押さえ、大声上げて人を呼び、捕獲できるんじゃないか。後から思えば、無茶したなとは思うけど。トイレの中で、息を殺してじっとしてる方が、怖かった。それで、静かに出て、玄関に向かい、裸足のまま外に出て、大声を上げた。火事場のバカ力って、こういうのを言うんだろうなってぐらい、玄関のドアを押さえた。飛び出してきた2軒隣の奥さんが、一緒に押さえてくれて。また出てきた別の奥さんが、110番してくれて。捕まった犯人。義理の兄だった。義理の兄と言っても、義母の連れ子で、旦那の実の兄ではない。旦那が実家に行った時に、鍵を抜いて、複製を作ってた模様。目的ははっきり、金目のものだった。しかも、二度目だったらしい。言われて初めて、急な帰省の時のための、10万円入れた封筒が、なくなってるのに気づいた。もちろん、警察沙汰にもなった。旦那も義父も、超絶激怒したが、義母が義兄をかばったため、義父は激怒して、離婚した。もし、孫が生まれた時に、犯罪者が身内にいる孫にはしたくないとか言って。ある意味、結果往来ではあるけど。あの時、トイレに行かずに、半身浴してたら、どうなってたんだろうと思うと怖い。